どうも皆さん今日はザ・ビートルズの最後の新曲 Now and then について話したいと思います、えー、過去にもビートルズの、ね、動画、まあ、それこそものまね動画だったりも、えー、載せたことあるんですけども、まあ、時間があったらぜひ見てほしいんですけど今日はそんなね、えー、僕の大好きなバンドビートルズの、まあ、最後の、えー、新曲これをちょっと、まあ、聞いた感想とかあ話していきたいと思いますね でちなみにビートルズのファンっていうのは日本にもめちゃめちゃたくさんいますねそして本当に細かい、えー、詳細というかディテールまで、えー、把握してる人たちがこの動画を見てるとも思うのであのまあこれから僕が話すことは何て言うんでしょうねうん、まあ、僕が知ってる範囲での話になるんでそこちょっとちゃいますせみたいなのがあったらコメントで。 えー、その情報のね、えな、ーまあ、ことなんか書いていただけたらと思いますので、えー、始めましょう、えー。まずですね、この曲の感想、もう一言で、とりあえず言うとですね、悲しい。はい。もうあの、出だしから、えー、悲しいですね。サウンドがね、まず、サウンドが悲しい。あの、ジョンのね、 こう声とピアノがあ、まあ、メインとなってこの曲が作り上げられてるわけですけども、まあ、彼がその、ね、生きてる時に作ったここれはまあデモっていうことなんですかね、うん、あの声とピアノだけの音声を最先端の技術で、えー、声とピアノをなんていうのこう分離させるそして、えー、音質をめちゃめちゃ良くさせるテクノロジーみたいなのを使って。<coughs> で、その上に、えーまあ、残りのビートルズのメンバーですねがそれぞれの、まあ、パートを載せて、えー、今回ようやく完成したと、リリースに至ったってわけなんですけども、<laughs> 現在あの、ビートルズで、えー、生き残ってるのは、ポール・マッカートニーとリンゴ・スター、ね。ポール・マッカートニーとは、えー、ビートルズのベーシスト、えー、そしてリンゴ・スターはドラマーなんですけども、ジョンと ジジョージはもうあのこの世を去っっててしまっているとで、えー、ジョージがね、えー、生きている時にもですね、えーまあ、3人として集まってそのジョンが残してたその曲を、えー、完成させるみたいな、まあ、プロジェクトやってたわけですけどもこの「Now and Zen、えー」の他にもですね「Free as a Bird、ね」Free as a bird だったり「えー、Real Love」っていう曲も あの完成させてきたんですね。これらも、えー、まあ、えー、と記憶が確かならばジョンのデモ曲だったと思うんですよね。でこれはもうピアノと声だったっけなまあまあでも「リアルラブ」はピアノと声だったと思うんですけどまあそんな感じでで、えー、90何年かなかなんかに3人で集まってでそれをなんかこうなんだ そのプロジェクトみたたいなののやってたと思うんですねまあその動画を見る限りそんな感じだったと思うんですけどもまあうろ覚えですが。で、えー、そのお何先ほど言ったその「フリー・ア・ザ・バード」と「リアル・ラブ」は終わったんだけど「そのナーワン・ズ・ゼン」は完成することがなくで時間時がす、ね、過ぎてでようやくそのなんていうのかなリリースに至ったっていうことですねもうかなり長い時を経てってことなんですけども。 あの、先ほども言ったように、すごい悲しい感じの <laughs> サウンドの曲なんですよね。その、えー、リー e e as a ね、っていう曲は、割と、まあ、なんていうのかな、ルンルンにハッピーでもないんだけど、ちょっとこう、希望のある感じのサウンドというか、ふわふわした感じの曲なんですね。その最終形。 まあ途中ちょっと悲しい部分もあるんですけどなんか曲としてなんかサウンドがねでもまあ全体的にはまあどっちかっていうとこうポジティブな気持ちになれるような、うん、曲そして「リアルラブは」は出だしすごい暗いんですよ暗いなーっていうなんかちょっと気持ちが沈むなーっていう感じなんですけどえー、っとサビに行くとなんかすごくグッとくるあーいいなーこれいい曲だなって思える何て言うのかな エモい感じなんでですよで <coughs> この「Now and h e n ね、えー、今回の「Now and h e n を聴く前から僕は何となくねもうあの予感してたんですよ、うん、その「Free as a Bird」と「Real Love」を聞いてきたからあの多分結構暗い感じなんだろうなみたいな、まあ、まったりしてる曲なんだろうなみたいななんかさ「Yellow Submarine」とかさ ハローグッバイとか、そういう感じのルンルンな曲ではないんだろうなと思ってたわけですよ。まあ、特にですね、まあ、その、まあ、イマジンとかもさ、ねジョン、ジョンのすごい有名な曲ですけどあれ、あれも、まあハッピーめなサウンドではありますけど、まあ、ちょっとこう、うん、ピアノでこうふわ、うん、うーんみたいな感じじゃないですか。うん、なんとなく、ナウゼンも、なんかその、まあ、ピアノでちょっとこう、なんていうの、うん、もしかしたら、 こう、気持ちが沈む系なのかなと思ったら、やっぱ沈む系だったんですよね。まあ僕からするとね。あ、これかみたいな。ビートルズの最後の曲、これになんのかみたいな。す、なんかすごいサッドエンドみたいなサウンドなんですよ。で、曲のどこをとっても割と、うん、なんかこう気持ちが沈むんですよね。僕はね。僕は。うん。 まあそれはだからその音楽のその曲としてのメロディーとしての感じ方ですよ僕のうんでもこうやってビートルズの、ね、残りのメンバーたちが集まってでその曲を完成させるっていうところに意味が、ね、あったわけでであのポールがねなんかあの動画で言ってたんですよねあのねもし僕がその今ねジョンに聞くことができたらね ジョンと、えー、君のこの曲を僕らで完成させてもいいかいって聞いたらもちろんだよって答えるだろうと、うんまあ、ちょっと今の和訳あのうろ覚えからの和訳なんでうんまあでもだいたいそんな感じのこと言っててだからその完成させたみたいなノリだと思うんですけどもだからそこではねそのなんかよ4人のこう、うん、まあ友情というかその絆ですねうん。 かからの、なんていうかな作品っていうところに意味があるわけでだからそこだよねそこに今僕はあのグッときたよねただ曲としてはすごい暗い <laughs> 俺からするとすごくちょっと苦しくなるからあんまりあの何回もあの正直聴きたくないんですよね <laughs> うんまあそれはあのね今の自分のこうメンタルの状態がその 100%じゃないっていうのもあるかもしれないけど、なんかすごく気分が落ちちゃうんですよ。うん。まあでも逆に言うとそれぐらいのパワーがあるね、まあ曲ではあるんですけども、うん。でもなんかもともとのこのナン・ワン・ド・ゼンのデモの状態では、もっとなんか他のパートがあったらしいんですよ。その曲の中で何メロかわかんないけど、なんかそういうのがあったっぽいんだけど、それをなんか削って、 もっっとなんんかコンンパクトバージョンにしたっぽいでですよでそこにあのいや元のバージョンの方が良かったじゃんみたいな声もなんかね上がってるっぽいんですけどうんまあとにかくでもそうで僕が気になったのはっていうかそれはむしろあのビートルズスーパーハードコアファンたちにちょっと聞きたいんですけどあなんかそのスライドギターでジョージがソロを弾いてる部分があったわけですけどなんか動画を見たらポールが何かそん ジョージへのトリビュートとしてなんかひ私が弾いたみたいな感じに俺は聞こえたんだけどあれはそのフレーズをポールが弾き直してるのかジョ,、えー、とジョージが弾いたものがそのまま残ってるのかどっちなんですかねあれ。うん、そのどこからどこまでがそのね誰がどこを弾いてるのかみたいなのがもっとあの。 見たいいなっていうところあありまますね、まあ、でもドキュメンタリーみたいな感じでなんかフルバージョンでなんか出るのかな出てんのかなわかんないけど、うん、まあ、ちょっと気になりますねその声とかも載せてるねなんか声をレコーディングしているシーンとかはなんかねちょっとあったけどそのリンゴとポールが歌ってるみたいな感じのあったからまあ、あこのこの部分はこうねこ,この2人がここで歌ってるのかなとか,なんかそういうのはちょっとまあ想像の中範囲でしかないんですけど。 まあ、聞きながら、おお、なるほどなあとか思って。で、あの <laughs>。ミュージックビデオが。うん、すごいんですよ。<laughs> あの。途中から、なんか、その。なんていうの。まあ、ジョンが。あの、合成で現れるんですけど。で、途中から、その、なんていうの、他のメンバーの若い頃。も、なんか、その、ともに。 えー、合成で現れるんですけどあのめっちゃクオリティ低いんですよ。<laughs> いやおお俺の俺の意見ねえみたいなこれなんか学校のプロジェクトですかみたいなあのしなんていうのかな合成のバリバリ感であのえって思ったんですよね。 まあ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 、まあ、でも大事なところとしてはねそのジョンがあたかもそこにね一緒にいるかのようにっていうのがまずあったと思うんですよねだから別にその合成のうまさがどうとかじゃなくてその不自然さとか自然さじゃなくてその共にいるよねみたいなところでやっぱその感動はねするんですけどそのこの時代にこの合成レベルかーっていうのはちょっと。 あの正直あの笑いそうになったっていうのはあるんですよねちょっとおもし面白いっていううんなんかそのまあでもそ,それも含めてなんかこの作品なのかもしんないんだけどおーみたいなちょ,ちょっとこうねあの何て言うのかなこうエモいモードからスッとこう現実に戻されるような感じだったで最初あれみたいなこれみたいな。 この、この合成感でいいのかって、そ、そこはすごいちょっと気になった、ぶっちゃけ。うん。でも、まあ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 。あの、で、そう、だってね、だってってビートルズなんて世界一有名なバンドじゃないですか。バジェットなんていくらでもありそうなのに、こ,これかみたいなのがね、まあ逆にね、逆に斬新だったけどさ。でも、なんつってもその、曲が終わって、で、昔の4人の映像が出てきて、白黒の時の、で、みんなお辞儀して、 あ終わるのかなと思ったら4人がお辞儀してフェードアウトして消えるんですよだそのその背景にはんていうのかなステージがあってその演奏するステージがあってステージは消えないんですよ4人がまあその言ってしまえばこう幽霊のようにスーンって消えてっちゃうんですよいや悲しいみたいないやわ分かりますよそのビートルズの最後の新曲っていうことでねこの先はもうないですよスーンってこうなんか こう、ある幕を閉じたみたいな感じなんだろうけど、いや、なんか、全員この世からいなくなっちゃったよみたいな風にちょっと、あの、見えて、ちょっとすごい悲しくなったっていうか、うん。なんかその、ね、ポールとリンゴまだいるのに、そのミュージックビデオの中でさ、その若い頃のポールとか若い頃のリンゴとかも出てきて、なんかみんな出てきて、なんかもうみんな、なんかいなくなっちゃった人たちの、ね、全員いなくなっちゃったバンドの歌をなんか、 こう何最先端技術でちょっとこう復活させてこう見せられてるのかなみたいな気持ちになっちゃっていやちょっと待ってまだ2人いる,いるよっていうなんかすごい悲しい気持ちになっちゃうももううなんかもうビートルズはもうはい永遠に消えましたみたいな感じの終わり方するからいやちょっとみたいなそのカーテン閉まるとかだったらまだ分かるんですけど4人スーって消えちゃうんですよいやええ幽霊みたいな感じのちょっとなんか なんかいろんな気持ちいろんな意味でちょっと悲しい気持ちになったんですよねだからなかなか重いっすねお俺からするとうん重い作品ですね <laughs> なんかねルンルンって見れないっすよねなんかこう心してつてこううんって見てる中にあのなんかその3四4 0年ぐらい前の合成スキルがこうかまされてあれってちょっとこう現実に戻されて。 でもそれにも慣れてきて、うんつって4人最後消えて、うーんみたいな感じがあります。うん、まあね、すごいあの自分のね個人の,あの話でしかないけど、最後なんかハッピーな感じで終わってほしかったなーみたいな感じはありますよね。ルーンっつってね。まあ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 。って感じで皆さんはどう思いましたか